よく晴れた天気になりました。楽天生命パーク宮城です。パシフィックリーグ公式戦、東北楽天ゴールデンイーグルス対福岡ソフトバンクホークスの4回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。まずはイーグルスの先発唐島が楽天生命パーク宮城に、立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？まあ、低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げる、痛烈、これはどうか、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを、際どいコース見送っています。インローへキレのある変化球が決まっています。打ちました、切りました、ファウル、抜けていれば先制かというところでした。打ちました、高く上がりました、ファウルグラウンドへのフライです。キャッチャーが構えます、ファウルグラウンドで掴んでワンアウトです。まあここで攻撃の流れを切っておきたいところなんですよね。でもまあ次のバッターはチャンスに強いですからね、ここでのコントロールミスは許されないでしょうね。そうですね、さあ引っ張った、伸びていく、どうだ、入れば先制、入りました、ホームラン、先制のツーランホームランです。ソフトバンクホークス、イーグルス痛い一発を浴びています。イーグルス先制を許します、2対0になりました。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。しかしまだ2点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところです。ベンチ前チームメートに迎えられ、このパフォーマンス盛り上がっています。バッターは DH デスパイネ、前回のゲームでは猛打賞を記録しています。いやー固め打ちでしたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。イーグルス初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子は、打ちました、取った、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ホークスツーランホームランで先手を取りました。2対0、1回の裏、これからイーグルスの攻撃が始まります。イーグルスはご覧のようなオーダーとなっています。茂木が打席に入ります。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ、この打球はフライになっています。柳田抑えてワンアウト、バッターは2番に入っているオルビー和田、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ストライク、スライダー決まりました、ノーボールツーストライクです。まあ次は変化球の方が安全だと思いますね。なるほど、さあ何を選択してくるか。アウトコース打ちました、ここは打ち上げています、サードが落下点に入ります、取ってツーアウトです。バッターボックスには指名打者の鈴木、2試合当たりが出ていません。2アウトになっています。最初は変化球できました、得意のボールでストライクを取りました。インサイド落ちました、わずかに左に切れました、ファールボール。変化球空振り、3アウトチェンジ。反撃したい楽天でしたが、ここは三者凡退に終わっています。1回終わって2対0、ソフトバンクホークスがリードしています。2回の表、さあバッターは上林、6番ライト
上林。ファウルです。ファウルボールの行方には十分ご注意ください。打ちました。ショート取った。アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターは7番に入っている中村。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。この当たりはどうか。センターが取りました。ツーアウトです。8番バッター今宮、ツーアウトになっています。まず打ちをついてきました。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく。レフトオーバーのヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで5試合連続安打。ツーアウトランナー二塁。さあそして打席には甲斐が入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤ですがあまり離されると厳しくなりますから。打ちました。伸びていく。どうだ。入れば貴重。そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン。これがチーム2本目のホームラン。高めに浮いてしまったストレート、強引に打ち返された打球はスタンドまで運ばれてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。その差4点、大きくリードされました。ご覧いただきましょう。ここで追加点となるホームランを打たれています。この追加点は正直厳しいですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。ここは初球要注意でしょうね。狙ってくるバッターですからね。なるほど、そうですか。引っ張った。これはどうだ。ファーストの横抜けました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。バッターは2番周東。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール。キレがありますね。確かにキレがいいように感じますね。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。ファウルボールにご注意ください。打ちました。これはどうか。セカンドの右抜ける。これで4連打。ツーアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには柳田が入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。まあ序盤打ちました。大きな打球になった。ライト下がっていく、下がっていく。入った。ホームラン。スリーランホームランが飛び出しました。これで2打席連続のホームラン。イーグルス追加点を許します。7対0。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。ベンチ前チームメートに迎えられ、最後はこの決めポーズです。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。ゲームはまだ前半戦。しかし点差はこれだけつけられています。バッターは今日 DH に入っているデスパイネ。これが1球目。初球ボール。ファウルになります。ここはストレートを続けていいでしょうね。なるほど。さあどう来るか。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。しかしこの回ホークス2本。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあイーグルス、この回は4番から始まります。バッターはブラッシュ。2試合当たりが出ていません。
イーグルス点差が離された2回の攻撃です。打った、取りました。ワンアウトです。バッターは5番島内。和田、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。スライダー外れます。いいところに決めましたね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライクと追い込みました。5球目は何で来るか。打ち上げた、ここはフライになっています。5球目打っていきましたがツーアウトとなっています。打席には6番バッター浅村。前回のゲームでは見事なホームランを放ちました。いやー、ホームランが打てたのは大きかったですよね。ええー、さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。打った、和田掴んで一塁アウトで3アウトチェンジです。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。2回の裏7対0、ホークス大量リードしています。これから3回ホークスの攻撃です。一方イーグルスは、小宮山さん、序盤から大きく失点してしまいました。巻き返し期待ですね。いやもう本当にね、これ以上点をやったらもう取り返しがつきませんからね。打ちました、伸びていく、この打球は落ちるか、どうだ。ストレートを打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。バッターボックス上林、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。取りました、ワンアウトランナー一塁です。打席には7番バッター中村、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね、ヒットで初球ボール、2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁一塁。バッターボックスは9番甲斐。まあイーグルスバッテリーとしてはもう一点もやれない状況ですからね、しっかり抑えて反撃を待ちたいですね。はい、インサイド落ちました、これはどうだ。ブセニッツ一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。3回の裏に入ります。7番から始まるイーグルスの攻撃、銀次が打席に入ります。5試合連続安打が続いています。本当、打ちました、ファウルになります。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。打ちました、これは浅いフライ、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。これで6試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。8番バッターはキャッチャー足立、ここのところ当たりが出ていません。ヒットでランナーを1塁に置いています。低めは外れました、これはバットが泳ぎます。2ボール2ストライクです。インコース詰まりました、取ってワンアウトです。バッターは9番に入っている田中、ワンアウトになっています。アウトコースストレートが決まっています。インサイド落ちました、これはショートの左抜けました。イーグルスチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁、打順は1番に帰ります。バッター茂木、まあ大きくリードはされてますけど、まだまだ分かりませんからね。インサイド落ちました、これはショートライナー。打席には2番バッターオルビー、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。いいストレートですね。アウトローのストレート、空振りです。チャンスの場面でしたが見逃し三振、3アウトチェンジ。ランナー出ましたがイーグルス得点。回は4回の表、ソフトバンクホークス打順よく1番から始まります。牧原がバッターボックスに入ります。
京はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。イーグルス厳しい展開で中盤4回を迎えています。さあ小宮山さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。流れを取り戻したいですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。打ち上げました、浅いフライ。この打球はフライになっています。積極的に行きましたがライト掴んでワンアウト。2番バッター周東、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。さて今日のイーグルスの先発は序盤大量失点で交代した唐島。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。これが4球目、打ちました、うまくさばいて2アウトです。3番バッター柳田、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、初球打ち、これは大きい、伸びていく、右中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで2試合連続の猛打賞、ツーアウトランナー二塁。これが初球、初球変化球が絶妙のコースに決まります。これが2球目、よどい球わずかに外れています。これが3球目、変化球に思わずバットが出ました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。外の低め見極めます、打ちました、これはどうだ、茂木一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。7対0、ホークス大量リードしています。楽天イーグルス4回裏の攻撃になります。バッターは鈴木、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。イーグルス点差が離された中盤4回の攻撃です。さあ外してくるのか、ボールになります。さあ4球目は何か、一二塁間、シュートを抑えて一塁アウト。4番バッターブラッシュ、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。和田、まずは先頭バッターを打ち取っています。ジャストミート、伸びていく、ここは打ち上げています。積極的に行きましたがセンター掴んで2アウト。バッターボックスには5番島内、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。一二塁間抜けていきます。ランナー出ました、楽天イーグルスです。ツーアウトランナー一塁、バッターは6番浅村、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、このフライは切れそうだ、切れました、ファールボール。次が4球目、変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。ランナー出ましたがイーグルス得点はありませんでした。4回終了7対0、ホークス大量リードしています。里崎さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか。まあそうですね、悪い流れを断ち切りたいですから、このイニングは絶対にゼロで抑えたいですよね。そうですね、ゼロに抑えられるか注目。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになりました。これで9試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。打席には6番バッター上林、先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。打った、大きな打球になった、このフライはヒットになりそうだ、ライトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、引っ張った、銀次、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスは8番今宮、今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。
低めの変化球空振り。バッターボックスの今宮、今シーズン得点圏での打率は4割1分4厘となっています。打ちました。これはファーストライナー。バッターボックス甲斐、今日はホームランを放っています。2アウトになっています。打ちました。ブラッシュが掴んで3アウトです。打順は7番銀次。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。ここはフライになっています。ストレートに詰まってワンアウトとなっています。バッターボックス足立、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。インハイ空振り、あっという間にツーストライクです。打ちました。今宮抑えてツーアウトです。バッターは9番田中、先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。この回のイーグルス打線ですが、早くもツーアウトになっています。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。振っていきましたが三振、スリーアウトチェンジ。この回イーグルス三者凡退です。5回終わって7対0、ホークス大量リードしています。ここまでのハイライトです。2回の攻撃ツーアウトで2塁にランナーを置いて9番バッター甲斐、2球目しっかりと捉えました。イーグルス2点を追加されます。さらに続きます。ツーアウト1、2塁のピンチ、3番柳田、初球から狙っていました。イーグルス3点を追加されます。楽天生命パーク宮城からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ソフトバンクホークス打順よく1番から始まります。牧原がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトフライに倒れています。イーグルス厳しい展開で6回を迎えています。アウトコース外れます。4球目は何で来るか。変化球空振り、まず1つアウトを取りました。ピッチャーの2番バッター周東、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ブセニッツ、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これはっ2球目打っていきましたがファウルグラウンドへの当たりでツーアウトです。バッターボックスは3番柳田。まあ、前の打席はカットボールをうまく打たれましたから、今度はその使い方は要注意です。打った、浅村掴んで3アウトチェンジ。この回配球表をご覧いただいています。6回の裏、楽天イーグルス打順よく1番から始まります。バッターは茂木、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。さっきは飛んだ方向が悪かったですが、いい当たりでしたよね。タイミングは合ってると思うんでね、期待できると思いますよ。はい、期待しましょう。バッターはストライク。さあ2球目は何か。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、ファウルです。見逃し三振、あえなく三振です。バッターは DH 鈴木、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。一二塁間、今宮取って、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回イーグルス三者凡退です。6回終わって7対0、ホークス大量リードしています。これから7回ホークスの攻撃です。そしてイーグルス、里崎さん、ここでこれ以上離されると非常に逆転が難しくなってきますよね。まあこの状況なんで、これ以上失点すると相当厳しい展開になりますね。そうですよね、しのぎ切りたいこの状況です。さあ3球目は何か。打ちました、浅いフライ。
三塁線落ちてフェア、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。ここでホークス、初球打ち、これはどうか、ヒットになった、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。ホークス打順は6番上林、さっきはツーベースを打たれましたからね、ええ、ここはしっかり低めにコントロールして、初球打ち、これはショートライナー、セカンドランナー飛び出している、アウト、ダブルプレー。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、目のいいバッターですから不利な、これはセカンド浅村抑えて3アウトチェンジ。しかしこの回ホークス1点を追加しています。8対0、ソフトバンクホークスのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン、イーグルスの攻撃に入ります。小宮山さん、無失点に抑えられていますのでまずは1点欲しいところですよね。まあそうですね、とにかく点を取らないことにはどうしようもないので、さあその1点取ることができるんでしょうか。チェンジアップ空振りです。ノーボール2ストライクです。打ちました、これは浅いフライ、この打球はフライになっています。3球目打っていきましたがレフト掴んでワンアウト。5番バッター島内、まあ、さっきはストレートを打たれましたからここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。2アウトです。バッターボックスには6番浅村、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね、今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね、2アウトランナーありません。この回のイーグルス打線ですが4球で2アウトになっています。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。よく見極めましたね、やはり選球眼のあるバッターですよね。はい、低めわずかに外れてボール、打った、シュートを取って3アウトチェンジ。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。8回まで来ましたホークスの攻撃、打席には8番バッター今宮、先ほどの打席はファーストライナーに倒れています。前の打席は打ち取りましたけどタイミングは合ってますからね、まあここは注意していかない。打った、酒井掴んで一塁アウト、打順はトップに帰って牧原、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。打ちました、内野を抜けていきます。これで3安打猛打賞、2アウトランナー1塁、バッターボックスは2番周東、先ほどの打席はファール引っ張った、取った、1塁アウトで3アウトチェンジです。8回の裏に入りました。7番から始まるイーグルスの攻撃、銀次がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。イーグルス点差が離されて8回の攻撃を迎えます。打順は8番足立、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。和田、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルです。次が2球目、打った、和田抑えて一塁アウト、打席には9番バッター田中、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいです。初球打ち、ファウルになります。打ちました、これは大きい、伸びていく、ここは打ち上げています。2球目打っていきましたが最後はレフトフライ。これから小宮山さん、状況的にはかなり厳しいと思うんですがいかがでしょう。援護がないのはかわいそうですけど、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね、野球は最後まで分かりません。
この球は外れています。打った、大きな打球になった。さあどうだ、センター深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁到達。これで3試合連続。さあ初球は何か、外の球打った、セカンドの右抑えた、一塁送球、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。バッターボックスは5番松田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、ここはピシャーッと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ワンアウトランナー三塁です。ここは空振りで三振を取ります。初球は何で来るか、初球空振りです。アウトコースへいい球が来ました。ここはあっという間に追い込んでいます。ピンチの場面でしたが見逃し三振でアウトを取りました。楽天イーグルス最後の攻撃になります。バッターは茂木、今日はまだ当たりがありません。イーグルス打ちました。牧原が抑えています。ワンアウト。バッターボックスオルビー、今日はまだ当たりがありません。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。打ちました、高く上がった、レフトバックする、バックする、レフトオーバー、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5、変化球打った、ファースト正面取った、そのまま一塁に入ってアウト、しかしこれは進塁打になりました。バッターボックスは4番ブラッシュ、変化球打った、ショート取った、一塁へ、一塁アウト、これで3アウト、試合終了です。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。楽天イーグルスは屈辱の黒星となりました。小宮山さん、投打ともに内容の良くない試合と残念ながらなってしまいました。ご覧になっていかがですか。でもそんなに言うほど悲観することもないのかなというような感じはしますけど。そうですか、まあ、そのあたりね、明日からの修正回復に期待したいと思います。勝ったホークス、大量点を取って大勝ということになりました。一方のイーグルスですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはイーグルス敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで楽天生命パーク宮城から失礼します。本日は最後までご観戦誠にありがとうございました。